お疲れ様です。そろそろ12月の給料が。あ、それがこちらです。これですね。はい。早速、カウントしますか。1万円札が、1枚、2枚、3枚。15、16、17、18、19、20。おぉ。はい。合計で209,399円ででございます。コロナあってじゃないですか。あの給料は。来月に振り込まれるけど、悲惨なことになってると思います、マジで。来月が多分、もう10もいかないですね。ここの家の家賃払えるかどうかぐらいの値段だと思います、マジで。めちゃくちゃ怖いっす、正直。じゃあ、いつも合流してるじゃないですか。まあ合流してますね、ちょっとね。はい、今日はどうするんですか。今日は、ちょっとね、遊んじゃいますか。給料日は遊ぶしかないんですよ。別に遊ぶって言わないでしょ、いつもやってるやつ。あ、そうか、遊ぶっていうか。帰ってきましたね。はい、松屋行きました。うん、牛丼といえばなんでこんなとこで。こちらにちょっとこの段ボールの山見たら分かりますよね。あ、はいはい。これも何買ってきたんですか。今日ね、あの牛丼でなんかビビン丼ってなんか今から牛め、焼き牛めし第期間限定でなんか半熟たまたま牛皿おしんこ、はい、ポテサラですね。なんかソーセージと半熟卵ですね。あとプレミアム牛皿っていうなんかミニカレーみたいな、はいはい、豚汁ですね。安く収めましたね。安く収めましたね。来月が怖いんですよ。で、今こういう状況で。はい、食しますね。焼き牛丼。あら、こうやってね、これで美味しいんですよ。あ、またね。あ、いいよいいよ。今12時ぐらいですか。そうですよ。うまっ。たまんねえ。あ、カレーあったよ、こいつやばいか。牛皿いっぱいだったんですよ。牛カレーしましょう。おい、どうもポテサーもやっちゃおう。行こう。あ、でも美味しそうでしょ。美味しそうですね。うん、こんな感じになります。下にはカレーがある。下にカレーがあって。あ、うまそう。うまそうかな、うん、どうしたんですか。気持ち悪くなっちゃって、なんか、あ、違う。なるほど。で、一応、給料日動画はもうおしまいなんですけど、返済。あ、返済ですか。今回は3万ぐらいかな。ちょっと3万ぐらいで勘弁してください、マジで。まあ。お母さん、お父さん、本当にね、3万でお願い。本当に大変なのよ。お父さん、お母さん見てるんですか。見てないっす。チャンネル登録、お願いします。マジで。